スク塚古墳は1939年に発見された島根県増田市、九条町にある古墳、スク塚古墳とも、作り出し付きの直径57メートルの円墳か、円墳と方墳の接合墳であるとされるが、全長100メートル、高さ7メートルに及ぶ前方後円墳とする説もある。いずれにしても、その墳形では岩見地方最大、 島根県下でも最大級の古墳である。1941年、上田三平が発掘調査し、島根県下でも稀な大円墳として、同年12月13日に国の史跡に指定された。その後、1962年県教委によって測量調査され、前方後円墳と考えられるようになった。手前が西側に残る倍長全長百メートル。 公園部は直径54から57メートル、高さ7メートルであり、北側に首レブ幅19メートル、先端幅29メートル、高さ2.5メートルの前方部が続く。公園部の墳長は、計14メートルの平坦面である。公園部には、吹石が吹かれ、斜面には段があり、上層の円に、円筒波庭の列が2段巡っていたとされる。 さらに方形部の両側に直径10メートル、高さ2.5メートルの小さな倍長が存在していたことが確認されているが、ほとんど消滅している。名前の由来は、不要になったもみ殻を積み上げでできたという伝説による。この地を治めた豪族である串大族の主張宿、いよいよの墓として5世紀頃に築造されたと推定されている。島根県増田市。 九条町はザスクモツカマス前バス停から岩見交通バス九条線で約15分、スクモかバス停下車すぐ。築造法十数世紀を経て、草木が生い茂り雑木林のような姿になっていたが、地元の有志が雑木や草を刈り取って本来の姿に近づけた。また、古墳西川の池には2001年に道県氷川町工人国遺跡公園から株分けした。 古代ファスが植え付けられており、毎年6月末から8月初めにかけて、ピンク色の花を見ることができる。2000年から毎年4月に、地元の有志によって、スクモツカ古墳祭りが開催され、祭祀や神楽の他地域住民、保育園児による演技などが行われている。ありがとうございます。